アキコ、寝てる？マサヒロ？タイン？アキコ姫は今眠ってるわ。起きてる時は何ともないみたいだけど、眠りにつくとちょっとしんどそうなのよね。そうなのか。アキコ姫にはかつて九鬼の残した呪詛の刻印が刻まれています。眠りについて本人の意識の力が薄くなると、九鬼の残した刻印を通して霊気の正気が流れ込んでくるようなのです。突っ立ってないで座りなさいよ、マサヒロ。ほらそこ。マサヒロ様がおそばにおいでになれば、少しは正気がもたらす苦痛も減りましょう。だといいけど。だからそこで手でも握ってあげるのが男ってものでしょ。アキコ姫を苦しめる呪詛は手にあるんだし。ああ、そうだよな。こう、これで少しはアキコも楽になるかな。楽になると思います。アキコ姫、早く元気になってほしいわね。隊員はよくアキコ姫のご様子を伺いに来るのです。そうだったのか。だって気になるのよ。それに天一だっていつもいるじゃない。私はアキコ姫の恩義をお守りするのが務め。こちらに控えているのは当然でしょう。できることなら、この身に秋子姫の苦しみをすべてお引き受けしたいというのに、それもならず。それはダメよ。というか無理よ。ただの怪我じゃないもの。ゴーマの剣さえ完成すれば、そうすれば両機の正気を完全に取り除ける。それまでの辛抱だからな、アキコ。言っておくけど、マサヒロもつい先日あたり死にかけてたのよ。それ、忘れないでちょうだい。貴船の最新のお力で事なきを得たとはいえ、くれぐれもご無理はなさいませんように。うん。気をつけるよ。どうした、マサヒロ。ぼーっとしてるとまたあやかしに不意をつかれて生命にどやされるぞ。うん。なんだ、元気ないな。元気だよ。ただちょっと気になってるだけ。気になってる？いや、なんでもないよ。気のせいかもしれない。今朝のことか。あまり気にすることもないと思うがな。こいつか。モク、注意を引きつけておいてくれ。任せろ。この術は凶悪を断却し将を伏じゃす。救急処理するよ。素早いな、マサヒロ。同じ奴に二度も不覚は取らないよ。それこそ小様に何を言われるか。違いない。そういうわけだ、生命。今回はお前の出番はなしだな。それは残念だ。じいさま。俺のことを見守っててくれたんですか。いや、またお前が失敗したら一つ説教をしてやろうと思ってな。爺様。
まあともあれ今のはなかなかの手際だった。少しだけ褒めてやろう。少しだけですか。これでも私はお前が引導を渡してくれるのを楽しみにしているのだ。しかしまだまだ時間がかかりそうだな。不吉なことを言わないでください。爺様には長生きしてもらいますよ。教えてほしいこともたくさんあるんですから。しかし生命、お前も性格悪いな。何のことだ。正弘のことが心配でずっと見守ってたんだろうな。誤解があるようだな、グレン。私は心配などしていないぞ。正弘には私の技の全てを教えてやる。少なくとも心配はしていないさ。まあ、正弘には俺がついてる。だからお前は安心してろ。正弘の成長を見守るのは私にとって最大の楽しみでもある。あまりそれを奪わんでもらいたいな。お、やっと本音を吐いたか、じいさん。それでは私は先に戻る。正弘、お前は夜景に戻りなさい。くれぐれも無茶はせぬように。はい。いい返事だ。もっくん、俺今褒められたんだよね、じいさまに。かなり屈折した表現だったかな。なんだかんだ言ってあの生命も孫は可愛くて仕方ないってことだろ。爺様の期待を裏切っちゃいけないな。おい正弘、何をそんなにそわそわしている。よくわからないんだけど、なんだか嫌な予感がするんだ。嫌な予感？今朝の占いのことが妙に気になって。そういえば一人で騒いでたな。なかなか興味深かったぞ。あのね、俺は真面目な話をしてるの。だが具体的なことがわからない以上じっとしているしかないだろう。こういう時こそどっしりと構えてたな。そうだ、他の部屋の様子を見てこよう。おい、人の話を聞いてるか。そうだな、アキコの部屋へ行ってみよう。おい、マサヒロ、待てってば。マサヒロ。アキコ、どうしたんだ。マサヒロか、ちょうどいいところに来た。今、お前と生命を呼びに行こうとしていたところだ。リクゴ、玄武、何が起こったんだ。呪詛の刻印から、また正気が吹き出している。なんだって。アキコ、ちょっと見せて。大丈夫よ、ちょっと痛むだけだから。大丈夫なもんか。いつの間にまたこんな。大丈夫だから、リクゴーとゲンブもついていてくれるし、マサヒロは心配しないで。けどそんなに沈んだ顔をしないで、本当に大丈夫だから。この声は我が声にあらじ、この声は神の声。マガモノよマガモノよ、呪いの息を打ち払う。この息は神の御息、この身を縛る間がつ鎖を打ち砕く。呪いの息を打ち破る風の剣、妖気に誘う者は利権を抜き放ち打ち払う者なり。気休めかもしれないけど、ありがとう。ごめん、アキコ。どうしてマサヒロが謝るの？マサヒロは私を助けてくれたのよ。けど危険な目に遭わせてしまった。俺の心の甘さが油断を生んだんだ。それが悔しくて。マサヒロ、私怖くなかった。うん。メイダに連れ去られた時、
私こうして小指を見てたの。小指？そしてそっと目を閉じるの。そしたらね、まるで目の前に正弘がいるみたいに。アキコは貴船のホタルって見たことある？いいえ、見たことないわ。話によると、とてもたくさんホタルがいて、それは素晴らしい眺めなんですってね。今度見に行こうよ。今年はもう季節外れだから、来年の夏に。でもきっと無理よ、貴船はすごく遠いもの。大丈夫、気のいい牛車のあやかしがいるんだ。車の助って言うんだけど、乗せてもらえば一晩で行って帰って来られるよ。本当に？じゃあ決まりだね。来年絶対ホタルを見に行こう。ええ、約束よ。指切りね。あの時の指切りを思い出して、私一人じゃないんだって。きっと正弘が助けに来てくれる、そう信じることができたから、私全然怖くなんてなかった。アキコ、俺約束するよ。もう二度とアキコを心配させたり危険な目に遭わせたりしない。正弘、早く半人前を卒業したいところだよな。いつまでも半人前じゃ、アキコにも心配かけるしな。うるさいな。マサヒロ、自分の限界を知ることも大事なことなんだぞ。うん、限界を知らぬ者の無茶は時に全てを台無しにする。マサヒロの場合、無茶というより無謀に近い時もあるな。でも私は正弘を一番頼りにしているわ。本当よ、半人前でも何でも私にとって正弘は最高の陰陽師だわ。ありがとう、アキコ。私も約束する、どんな時も正弘を信じるって。指切りよ。約束だ。なんだこの容器は。外からだ。アキコ下がるんだ。陸後玄武、アキコを頼む。気をつけて正弘。開けるぞ。リオ、貴様らがなかなか来ぬものでな、こちらから出向いてやったぞ。バカな、生命の結界を破ってきたのか。まだだ、まだ最後の結界がある。屋敷内と外との境界線に。クソ、結界がきしんでる。なんて力だ。あの娘をよこせ。貴様の霊力により力を増した今、小細工など必要ないわ。容器が増している。正弘の霊力を吸い取ったからか。今の俺に龍騎を倒せるのか。頼りのゴーマの剣もないのに。脇になるなら、アキコと約束したじゃないか。必ず守り抜くって。勇気を出せ、自分を信じろ。相対合うんタラタッカンマン。手ぬるいわ。中では不利だ、外に出るぞ正弘。うん、アキコはこのまま屋敷の中で待ってるんだ。気をつけて正弘。
さ、血を、肉をよこせ。我が見えとなれ。この術は凶悪を断却し、負傷を払拭す。救急打率よ。こしゃくな。この程度の炎、我には効かん。そろそろ終わりにしてやろう。覚悟するか。くそ。我が妖気を打ち消すと。マサヒロ、グレン、よくここまで耐えた。あとは私に任せてもらおう。セム、爺様。さま、何やつだ。名乗ったところで無意味だな。お前は私に調伏され、この世から去るのだから。何だと。まさか俺たちが揃っているところへ襲撃してくるとは。頭はあまり良くないようだな。帰り討ちにしてくれよ。サモラ、式神ごときが束になったからといって我には通用せんぞ。オンアビラウンキャンシャラクトン。何うまく三万だバサラダン、センダマカロシャダソワタヤウン。こしゃくな。ほほう、あれは久方ぶりに倒しがいがある。はぁ、くらえ。な、幕府副じゃ、百鬼少女、救急助立よ、万魔恐怖。やったの。いや、まだか。バカな、生命の攻撃を真っ向から受けたというのに。遊びはここまでだ。本気にならざるを得んということか。オンアビラウンキャンシャラクタン。何飛んだ。こうしよう、まずはお前からだ。マサヒロ、あ、しまった。このままではマサヒロが。下がれマサヒロ。ゲーム隊員、私たちに任せて。このくらい私の風で。嘘、間に合わない。隊員、
おのれ奉仕、このままでは、このままでは済まさんぞ。両機の姿が消えた。おそらく逃げ出したのだろう。しかし、その代償は大きかった。なぜ白虎が。こんなことになってしまうとは。最初に狙われていたのは俺なんだ。元はといえば俺が。生命、白虎は助かるわよね。死んだりなんてしないでしょ。ねえ、そうでしょ。お前たち少しは静かにせんか。まずは落ち着くことじゃ。そんなこと言ったって。生命、白虎は助かるのか。正気を完全に取り除くことができぬゆえ、状況はあまり良くないと言わざるを得んな。どういうことだ。おそらく両機の攻撃を受けた際に強力な呪詛に侵されたのじゃ。呪詛？このままだとどうなるんです。もし呪詛を解くことができなければ、白虎の体を正気が蝕み続け、そのまま死に至らしめるじゃろう。白虎が死んじゃうの？爺様の術でどうにかならないんですか？今のところ両機を倒すほか策はない。それもそれまで白虎の体が持てばの話じゃが。時間はどのくらい残されているのだ。この様子ではあと2日というところかの。そんなどうすればいいのよ。白虎、大文字山へ行きます。大文字山へだと？このままここでじっとしてなんかいられない。両家を倒して白虎を救わなきゃ。白虎がこうなった責任は私にあるわ。だから私も行く。我も行こう。落ち着けお前たち。今すぐに行くのは無謀すぎる。両家の思うツボだぞ。悠長なことを言っている時間はない。このまま手をこまねいていても白虎は助からないんだ。だったら。待って、正弘、白虎が意識を取り戻したようだ。生命、ここは。気がついたか、白虎。よかった、意識が戻って。俺は一体どうなったんだ。我らをかばって両機の攻撃をまともに受けたのだ。そうか。ともあれ、お前たちに怪我がないのはよかった。よくないわよ。白虎が両機の呪詛に侵されちゃったのよ。このまま正気に蝕まれ続けると危ないんだ。でも絶対に助けるから。今から我らで大文字山へ行こうと考えている。両機を倒しに。やめておけ。今戦っても勝てる相手ではない。でもこのままじゃ。お前たちがどうしても行くというのなら仕方がない。俺も行く。お前たちだけでは危なっかしいからな。バカを言うな。その体では無理だ。お前たちを失うわけにはいかん。白虎、白虎。そっとしておきなさい。気を失っただけだ。くそ、どうすれば。
正弘、異界にいるコーチンが今夜ゴーマの剣を届けに来るはずだ。リクが？それは本当なのか？ああ、確かだ。両機の力はあの旧機よりも強い。今お前たちが言っても白虎を悲しませる結果になるだけだ。戦は機を見て行うもの。ここはゴーマの剣を待つのだ。わかったわ。仕方あるまい。くそ。マサヒロ、今は我慢の時だぞ。わかってる。あいつらにももう一度釘を刺しておくか。白虎は隊員と元父の父親のような存在だからな。あんなことになって熱くなるのもわかる。マサヒロ、了気。今度こそ倒してやる。マサヒロ、少しいいか？あ、はい。この間屋敷に顔を出した時だが、なんだか空気が重かったなぁと思ってな。うん、気のせいですって。絶対そうですよ。ほう、ならそういうことにしておこうか。もちろん今だけだがな。全然ごまかせてないよ。アキコ、何してるの？香を焚いているのよ。いい香りだね。あら、落ち葉だわ。部屋にまで入ってきてる。邪魔だし片付けよ。部屋中落ち葉だらけになったらアキコも嫌だろ。そうかしら。このくらいなら風情があって素敵だと思うわ。うん、それならもう少しこのままにしておこうか。どうした？いえ、正弘様がどこへ行かれたのかと思いまして。ああ、屋敷にいても考え事ばっかりで胸が張り裂けそうになるからさ、気を紛らわせようと思って見回り。そうですか。それならばよかったのですが。一人で先走ったりはしないよ。それを心配してたんだろ？ねえ、その通りです。一人きりで大文字山へ乗り込んでしまうのではと。俺だってバカじゃない。いくらなんでもそんな無謀なことはしないよ。本当にそうでしょうか？まあ時々そんな衝動にも駆られるけど、でもしっかりと抑え込んでるから、だから大丈夫だよ。